私は若い社員に相手の心を理解する人間になってくれと話す。それが哲学だ。人を動かすことのできる人は他人の気持ちになれる人である。その代わり他人の気持ちになれる人というのは自分が悩む。自分が悩んだことのない人はまず人を動かすことはできない。苦しい時もある。夜眠れぬこともあるだろう。どうしても壁が突き破れなくて、俺はダメな人間だと劣等感に苛まれるかもしれない。私自身その繰り返しだった。失敗が人間を成長させると私は考えている。失敗のない人なんて本当に気の毒に思う。思想さえしっかりしていれば技術開発そのものはそう難しいものではない。技術はあくまでも末端のことであり、思想こそが技術を生む母体だ。新しいことをやれば必ずしくじる。腹が立つ。だから寝る時間、食う時間を削って何度も何度もやる。人生は見たり聞いたり試したりの3つの知恵でまとまっているが、多くの人は見たり聞いたりばかりで一番重要な試したりをほとんどしない。伸びる時には必ず抵抗がある。耐える心に新たな力が湧くものだ。全てそれからである。心機一転やり直せばよいのである。長い人生の中でそのための1年や2年の遅れはものの数ではない。進歩とは反省の厳しさに正比例する。人類の歴史の中で本当に強い人間などいない。いるのは弱さに甘んじている人間と強くなろうと努力している人間だけだ。成功者はたとえ不運な事態に見舞われても、この試練を乗り越えたら必ず成功すると考えている。そして最後まで諦めなかった人間が成功しているのである。悲しみも喜びも感動も落胆を常に素直に味わうことが大事だ。会社のために働くな。自分が犠牲になるつもりで勤めたり物を作ったりする人間がいるはずない。だから会社のためなどと言わず自分のために働け。人生でも企業でも一度貧乏とか不況とかを立派にくぐり抜けてきたものなら、そいつはどこまでも信用できる。飛行機は飛び立つ時より着地が難しい。人生も同じだよ。Where you been? Running from things that you know. Just trying to find where to live.